て、うん、小春ですって頑張れる、うん、さあじゃあか OK、いけそうで頑張ろう、あーちゃん頑張ろう。みなさんこんにちは、小春チャンネルの小春です、パパです。今日は小春家にはるはるチャンネルさんの、うん、はるちゃんとみおちゃんが遊びに来ます。楽しみで、はるはるチャンネルさんとは、まあ、連絡はずっと取ってたんですけど、今日初めまして、初めてお会いするので、ちょっと面白いことできないかなって考えた結果、太一くんにドッキリしようかなと思います。簡単に説明しますと、和室で小春が遊んでます。小春が和室から出ます。小春がトイレに行ってきますって言って、うん、パパと小春が一緒にトイレ行って、うん、トイレに行った小春が帰ってきたら春ちゃんになってますと、うん、春ちゃんは小春のふりして入ってもらうと、和室に。そしたら3歳の太一くんはどんなリアクションするかなっていうドッキリです。はい、まあ、これをなんでしたいかというと、まあ、小春と春ちゃんと名前似てるよねっていう話ですね、はい、で、超服もちょっと似てんね。そう、太一以外みんなが仕掛け人です。それではもうそろそろはるはるさんが、小春家に到着すると思いますので、やってみましょうか。うまくいくかな。まあやってみよう。やってみよう。Let's go。大事だぞ。どういったら買いに行こうか。そのうどんが食べたいの？うどんとラーメン両方？二個？あげない？だってじゃあ、ちょうだいって言ってあげた、うん、ないって最後全部食べられちゃったから。ああ、これな、うん、なあ、パパ全部食べちゃうねんな。でも最後仲良く食べてんかった？もう一個作ったもんな。うん、いいや、それで。じゃあ撮影しよっか。変やけど、こうやらしてな。うん、変やけど、こうやらして、うん。じゃあ今日はそのアンパンマンのお弁当のやつで、じゃあ太一がお弁当を作る役で、小春ちゃんが作ってくれたお弁当を食べて、いっぱいいっぱいおかわりするっていうのはどう？いいよ。もう食べたらすぐおかわり入れてて、太一が作って小春にあげて、バラバラバラ食べてすぐおかわりって言って、太一めっちゃ作らないかんで。じゃあ今日はそういう動画撮ろっか。よろしくお願いします。せーので、みなちゃんこんにちは、モテチャンネルのゴアです。太一です。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は太一がお弁当を作ります。はい、で、小春はちょいっぱい食べます。じゃあ太一頑張って作ってください。太一一生懸命作ってあげたな。いいね、小春もいただきます。いただきます。急げ急げ、お弁当屋さん行く。ふた閉まってないすごい食べる子や、この子は横でもう作ってるワンコ的な感じです。ジュースだけ飲める。あ、トイレ行ってくるか。はーい、小春
うまく抜け出せたな。じゃあちょっと迎えに行こうか。はるちゃん、ドッキリできそう。ビー玉返してあげてな。オッケー。ビースケ、ビーゴローとビータロやった。ビー。なんかもしんどいと思う。じゃあ、行こう。たまに、たまに、たまに、たまに。で、閉じ込めよう。え、違う。これじゃあ、隠れてるやで。そこの悪い人に、どこだ、どこだって言うから隠れてる、うん。あ、隠れてんの。おはる帰ってきたよ。あ、ちょっと待って、できた？はい。さ、小春と弁当作っとくんじゃよかった。最後はドーナツ。あ、ドーナツか。おはる帰ってきたよ。あ、小春帰ってきたって、ドーナツできた？あ、ちょっと待って、できた？できた？大地。小春帰ってきた。帰ってきてないねん。あれ、小春、小春帰ってきた。小春、なんかお腹痛いって。もう一回呼んであげてよ。小春、じゃあもう逆に太一がこっち来る。出前お願いします。あ、小春いた。小春です。え、ただいま、小春です。お弁当あげてきたら。小春にお弁当ください。お弁当、小春にお弁当あげてよ。あれ、誰だ。小春、小春じゃなかった。小春やったで。誰よ。小春です。あ、小春ですやって。ほら、小春ちゃん。あれ？違う？誰やった？さっきラーメン食べてた子？おっさん。違うじゃん。小春やって言ってんで。緊張のあまり眠たいんだって。眠たいか。じゃあみんなであれ言おうか、はるちゃん。せーので。